中原峰夫議員の一般質問にお答えをいたします。私からは災害時における危機管理について4項目ご質問いただきましたので、項目に従ってお答えをいたします。まず団体との連携について、大規模発生時に消防防災課の人員で足りるのかというご質問でございますが、大規模災害が発生した際には災害対策本部を立ち上げ、その本部事務局を総務部消防防災課が所管することになりますが、災害に対して組織を超えた迅速かつ的確な対応をし、災害対策本部の業務を補完するため、部局を横断した職員で組織する危機管理総合対策チームを編成し、情報の収集、整理、発信等の業務を行う体制を整えています。また、そこでのまとめ指示の方法でございますが、大規模災害における自衛隊への災害派遣要請や他の自治体との災害時相互応援協定に基づく応援要請などの救援要請をはじめ、避難情報発令の検討、緊急用道路の確保などの重要事項につきましては、市長を本部長とする災害対策本部で協議し、決定をしますが、その対応につきましては、その内容によって危機管理総合対策チーム、本部員である各部長から関係機関および職員に指示することとなります。次に、本市の避難施設の数と収容可能人数についてお答えをいたします。現在、本市では市立体育館や公民館等の施設を指定避難所として112箇所、中央スポーツ公園のグラウンドや小中学校の校庭等を指定避難場所として100箇所を指定しています。また、市が指定する避難所のほか、塩園地区基礎老人福祉施設組合との災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定に基づき、組合が運営する市内外の16の施設に、要介護高齢者の受け入れを要請することができます。市の指定避難所の収容人数といたしましては、避難者1人当たりの面積を6平方メートルとして想定した場合、約1万人の避難者を収容できると試算しています。次に、益城町の対応と組織について、災害ボランティア活動で想定する機材についてお答えをいたします。近年、大規模災害発生後の被災地では、防災ボランティア活動が展開され、被災地の復旧復興に大きな役割を果たしています。ボランティアの方々に力を発揮していただくためには、受け入れ側の環境整備も議員ご指摘のように非常に重要と考えます。被災地でのボランティア活動では、避難所での手伝いや家の片付け、がれきの撤去の手伝い、託児等、さまざまな活動が考えられますが、参加されるボランティアの移動用の乗用車、がれきや家具等の運搬用トラック、軽トラックなどの車両をはじめ、一輪車、スコップ、除輪、つるはし、バケツ、ほうきなどの道具類のほか、ボランティアが集合する場所には、駐車場のほか、トイレやテントがある受付場所や椅子、黒板等が必要になると考えます。なお、ボランティア向けの案内には、ボランティア自身が用意するものとして、ヘルメット、防塵マスク、手袋などの安全装備や飲料水等を準備して被災地へ向かうように記載されているものがございますが、8月中旬お盆過ぎに実際に本市の消防防災課の職員が益城町を訪問した際には、これらの物品も用意されていましたので、救援物資等を活用しながら順次整備していくことになると考えます。次に、雨氷被害時等夜間に発生した災害の
連絡先等についてお答えいたします。本市では夜間休日の閉庁時には本庁舎の地下警備員室に警備員2名が常駐しておりまして、市にかかってくる緊急の電話等は警備員が内容を聞き担当課の職員に連絡を取る体制を整えております。今年1月の雨氷による倒木被害が発生した際も1月29日の午後7時30分頃遠嶺別荘地の住民から倒木で道が塞がれている箇所がある旨の電話を警備員が受け、建設課職員に連絡し対応した経過がございます。私からは以上でございます。子ども教育部長。私からはコミュニティスクールについて各校ごとの取り組みをお答え申し上げます。コミュニティスクールは山口議員の答弁でお答えしましたとおり本年4月に私立小中学校全校に導入しております。現在コミュニティスクールを導入してまだ5ヶ月を経過したばかりで各校の取り組み状況の詳しい報告書が出ておりませんので特徴的なことについて申し上げます。はじめに瀬場小学校では公民館と学校が連携して地域学習や学習支援を実践したり JA 瀬場からは特別支援教育の支援としてメロン栽培の支援を行っていただいております。塩路西小学校では買い物客の減少や空き店舗、空き家などの地域課題について地元課題について地元の商店街の人、行政とともに考える機会を作り、実践を始めました。桔梗小学校では、学校でぶどう栽培をしており、学校支援ボランティアの方が栽培したぶどうとの味の違いに目をつけ、なぜ自分たちのぶどうよりもおいしいかを学習したりしたいと、児童が自主的に活動を始めております。塩尻中学校では昨年度のコミュニティスクールの準備段階から放課後や長期休業にボランティアの方が学習支援に入っていただいており学力向上の成果を上げております。片岡小学校では児童が栽培した作物について地元の販売所で児童が販売できるように協力をいただきキャリア教育につながっております。広岡小学校では学校支援ボランティアの読書活動支援部の研修を他校の支援部と一緒に行うようボランティア組織の輪も広がりつつあります。以上は代表的なものですがこのほかにも地元の地道な見守り活動や校内の除草剪定などさまざまな場面での学校を支援いただいております。私からは以上です。地域ブランド担当部長。私からは塩尻ブランドについてお答えいたします。本市における外国人観光客について奈良井駅での利用状況は平成26年が1218人、平成27年が1688人と増加傾向にあります。国別ではアメリカ 23%、 オーストラリア 17%、 台湾 8% の順となっておりまして、欧米系の外国人が特に多く他地域の東南アジア系が多い状況とは少し異なる状況となっております。こうした中、情報発信の多言語化につきましては英語版の観光パンフレットやホームページによる情報発信をはじめ、本年度新宿駅南口に設置いたしました
観光案内所においては、 QR コードをスマートフォン等でかざし、15カ国語対応の観光情報ページへリンクできるサイトを作成し、7月から運用をしており、市内3カ所の観光案内所にも設置をしております。今後改修していく際につきましては、英語の表記に加え、ピクトグラム、絵文字ですとか単語などと呼ばれる四角記号の一つでありますが、この表記を加えることで、訪日外国人と多様化する来訪者に分かりやすい誘導案内ができるよう進めてまいります。次に、新たなブランド発信についてでありますが、ブランド発信につきましては、本州を代表するブランド産品であるワインや木曽漆器など豊かな自然環境や豊富な農産物等の情報発信を行っておりますが、日本酒をはじめ他の産品についても、名古屋等で開催する各種ブランド発信イベントを通じまして、効果的に PR をしております。また、高墓地高原につきましては、今年度新たな取り組みとして、観光協会が、高墓地へ行こう、サンセット夜景星空に乾杯を、という企画をしたところ、100人の定員が2日間でいっぱいになるなど反響がございました。今後も塩尻の観光資源としてさらに情報発信をしてまいりたいと考えております。次に、平出遺跡の活用につきましては、本年で4回目を数える信州塩尻そば切り物語を10月22、23日に遺跡公園で開催いたします。昨年は1万3000人にご来場をいただいた人気イベントでありまして、そばですとかヌーボーワイン、市内蔵元の日本酒等を一堂に集めた秋の大収穫祭として、年々参加者も増加し、認知度が向上しております。今後も内外に広く PR し、交流人口の増加につなげてまいりたいと考えております。私からは以上です。企画制作部長、私からは空き家対策についての空き家補助の一般家庭の拡大のご質問についてお答えをいたします。一般家庭向きの住宅リフォーム補助につきましては、良好な住環境整備を図るとともに、建設業界の活性化に資するなどの目的から、緊急経済対策として平成23年度に事業化をしたものでございます。その後、耐震補強枠も加え継続をしてまいりましたけれども、行政評価において緊急経済対策という当初の目的を果たした上に、類似の耐震対策事業との関連等から事業をスクラップし、喫緊の課題でございます移住定住促進空き家対策の視点で補助制度を再構築することといたしました。そこで、住宅のリフォーム事業を26年度までで廃止をいたしまして、本年度から空き家を対象といたしました移住定住促進居住環境整備事業補助金を新設をし、運用をしているところでございます。この制度での住宅リフォームにつきましては、市街化調整区域を除いた地域にある個人住宅の空き家、居住を目的とする空き家、これが対象でございまして、10万円以上の改修工事を市内事業者が施工する場合、対象経費の2分の1の相当50万円を上限に補助することとしておりまして、空き家バンクへの登録を条件としております。本制度につきましては、空き家を地域の資産として移住定住を促進する取り組みでございまして、良好な居住環境の整備の面からも本制度の周知普及を一層図ってまいりたいというふうに考えております。以上でございます。